で、あとは人と過ごす時間と自分で考える時間のバランスを注意して取ることによって大変な思いをせずに済むようになる。緊張した状況が長く続いたら個人的な休みを取る。多分なんか抱えちゃうんでしょうね。個人的な休みって何ですか？緊張してそうです。個人的な休みって何ですか？家ではちゃんとなんていうんだろう、心を許せる。え家で心を許せる。なんかちょっと話は違うかもしれないんですけど、はい、実家に帰って心安らぐとかってなんかからちょっと実家に帰ってなんか休んできたとかって言ってたりするの聞くんですけど、はいはいはい、全く意味が分かんないです。あ、なんか分かる気がするのは、あ、でもそれは全然違う話。いやなんかこれなんかエニアグラムのタイプ6なのか、要はどこ行ってもなんか気を使ってさ、この空気をどう調整すればいいのかっていうセンサーは僕はいつも働いてるので、調整する、あ、ごめんなさい、調整するって ではなくて、はい、心安らぐなんてちょっと よく分かんない。心ってなんだ？いや、なんだじゃなくて安らぐって、安らぐ場所ってどこですか？どこですか？え、ある？どこは？家帰るとなんかその仕事で嫌なことがあった時に家に帰ると僕の中で家にバリアがあるんです。バリアの中に入る感じです。ああもうここだともう電話取らない、何をしてもいいっていう。そこで外交だからじゃないですか、はい、話せば相手がいて、はい、安らげるのかもしれないけど、はい、内向だとそこに入っても人がいる、人がいる。え、内向ってそんなのめっちゃ大変じゃん。大変、内向大変だこれ。大変、どこでだから一人なんじゃん。どこで自分、あ、え、内向ってそうなの？人といることの方が疲れたりする、はい、エネルギーが出ていくような感じはする。で今ね、多分ここの3人ね、みんな内向なんですよ。本当に一人なんじゃないですか。家に帰って、はい、さらに自分一人だけの部屋みたいな。大体一人の部屋ある。これはなるほどね。そうですよね。ある一人になってる、うん、笑ってないでしょうね。目笑ってないでしょう。考えてる、考えてる。一人になってる、一人になってることはある。あ、ことはあるってか一人になってますよ。その時はやっぱり落ち着くの、安らぐわー、安らぐ、安らぐわーは一人にいたって別に安らぐわけじゃない。そ、内向の人ってずっと考えてるんですよ。でもね、ぐる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 、え、ずっとぐるぐるしてんの？ずっとぐるぐるしてる？え、していますか？してるかっていうのはしてる気がするけど。してますか？無にはなかなかならない。ああ、ならないですね。なるほど。発散されるもないですね。で、個人的な休みを取りましょうねと。なんか家族で休むっていうのは違うんでしょうね。うん、INFJ にとっては。そこでもまた気を使うみたいな。そうですよね。子供のことなんかしなきゃいけないとか。そりゃそうだ。なるほど。まあ、だ家族でいるときは OK なんです。まあ、別にどこ行っても OK なんですけど。そっか。なるほど。で、自分の心情を過度に情動的、情熱的、論理的なやり方で示すことは避けてみる。避けましょうね。無理にやらなくてもいいっていうことを言ってるんですかね。これは。で、情報を段階的に論理的な順序で示し、賛成できる部分と反対する部分を示す。それから質問やフィードバックを受けることを予期しておいて準備する。分かったんですよ。今多分フィードバックされるっていうのをもうできないっていうパックに詰めちゃうんですよ。 できない最初から、最初からちょっと細かく分類してみませんかと、シンキング。そうすると、あ、ここはできる、これは受け入れないっていうのを言いましょうっていうことなんですかね。言われた方に多分無理やりこう全部抱え込もうとするんじゃないですか。で、無理やり抱え込んでできないって言うじゃないですか。できない、いやいやいや、ちょっとこの抱え込んでるからできないみたいな。あ、全部をね。そう、この部分はできるかもしれないとか。これの中の一つ、これだけはできそうみたいなのをやるっていう。
でっていうことを示すって書いてあるんですか。できないっていうのも言えなさそうじゃないですか、はい、その感じでいくと。でちゃんとできないのはできないって言いましょう、言いましょうねっていうことも言ってます、うん、からバッと来たら全部こう抱え込んで、抱え込みすぎて自分の中で一人でできないねってなるほどねやってそう、目に見えるなんかできない、うん、あんまりそんな、だから言われるような、はい、そういうふうにそんなような状態になるのがなんとなくわかるから、あんまり言われるような人とは関わらない、なるほどっていう選択をしてきたかなって。今までそうだから仕事とかもなんとか一人でなんとかできる範囲でなんとかできる人たちとやっていくのを選んできたのかな。それはそれでも一つの手ですよね、うん、そう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 。で、人は誰もが比喩やその他の抽象的な表現を好むとは限らない。自分の考えを一般的な表現で説明し、その場で自分の考えって言ったりします？難しいですね。自分の考えないあんまりないと思います。私は持ってるって思ってたんですよ、考えてるので、はいはい、考えてるって思っていたので、はい、だから自分の意見を持っているとは思っていたんですけど、それは自分の意見ではなくない、ただの、まあ、周りをこうの聞いてるだけ。大丈夫僕が決めるもんじゃないんですけどね。あとは修正を求めるフィードバックを与えることを避けないでやってみる。誰もが成長するためにはこれを必要とするよと。修正的フィードバックを人からもらう場合には個人的な攻撃と捉えないように注意しましょう。まあ、捉えちゃいますよね。捉えちゃいますよね。それともわかります、はい、これはフィーリングなんですかね。人からばって言われたことを攻撃かって僕もやる方なので、それはいや違うと思いますけど、ね、攻撃かとは思わないんですけど、はい、あーってとは思います。こいつって私のことを言ってる、うん、全体に言ってる文句というか指摘みたいなのを私のことを言ってるとか、あそれは思ったりします。隣の人に対することなのに自分のことは心当たりがね受け取りそうな申し訳ございません。そうですね、なるほど。僕はなんかわーって言われると突っぱねられるんですね、僕の場合は、うん、あじゃあもうこいついらねってポイってできるんですけど、できるんだ。僕はそういうのはできたりするんですよ。個人の攻撃じゃないことを個人だって勘違いしていると取りやすいってことですよね。まあそれも そう多分全部私ってなってそうです、うん、それ気になりますよ。こういうふうに言ってるのもこういうふうに言ってるのもこういうふうに言ってるのも実は私のことなんじゃないのかなっていうのは思うあでもそれはそれこそがこう勘違いというかおこがましいんです。おこがましいんだろうけれども、はい、誰も君のことなんて見てねえよっていう話ですよね、それって。いや本当そうじゃないですか、本当そうなんですよね、うん、あ僕もこれ僕にも言ってます、うん、ツイッターで誰かが文句言ってるのを、はい、あれ私のことをずっと言ってるみたいな。あそれすごいわかるんですけど、逆にお前のことなんて見てねえよって感じですもんね、はい、っていうのがちょっと整理できるようになって、うん、これは本当の実際のに私に言われていることなのかってそういうのを考えられるようになってちょっと落ち着いてきたかなとは思うますけど、そういうのが分かんない時は結構なんか嫌な気持ちでこういっぱいになりますよね。気持ちがというか、あこれも私も大丈夫やでで、自分の考えを他の人と共有しフィードバックされたことを自分の思考プロセスの早めの段階で取り入れてみる。また人の考え方を取り入れたり連携したり協力したりする機会を作るための段階を自分のプロセスに含める。なんか一人で何かやりがちなんですかね、この方って。 INFJ の方って周りに相談できないんですか。もうなるほど、そうなんですかね。うん、あそうだから一緒にやってるじゃないですか。一緒にやってますよ、一緒に、はい、なんか私の視点からすると、あこういうの羨ましいなって。あペアでやってペアっていうかやってる大人がね。そう大人が大人になってからね。そう、はい、が親友じゃなくて、でもプライベートで会ったことないんですよ。え会ったことないないです。ないです。ご飯とかはないです。
ご飯食べに行ったことないです。へー。だから一回あの学園祭に呼ばれて、うんうん、岡崎まで僕の車で行ったんですよ。ちょっと緊張しました。二人きりですもん、車の中で。何話そうかな、何話そうかなっていうのは久々になりましたけどね。その時はそういうのはあります。まあ、これからちょっとずつ公園とかがあればね、移動も増えるんでしょうけど、別の電車に乗るんでしょうね。現地集合、現地集合、現地解散でやるんだと思います。まあ、お仕事みたいなもんだと思うので、はい、喧嘩しないようにとは思ってます、はい、大丈夫ですよ、体調だから。あ、僕はそうだ、やるのは僕だから、ね、なんていう INFJ、 なんか今日ちょっとなんかいろいろいっぱいコメント来てくれてるんだけど、ありがとうございます。すいません、なんか、まあ、メリメリさんも人誘うの苦手とか、そうそうそう、人誘うの苦手、僕もけど苦手です。誘ったことない、人は絶対に誘われるから、誘われることしかされたことがない、されたことがないとか、誘ってって、私は誘えないから、はい、誘ってってお願いしてる。分かるのは、僕ゴルフやめた理由がそれなんですね。ゴルフやってたんですけど、うん、あれって人がいるじゃないですか、うん、あ、もう無理と思って一人じゃできない、一人じゃ、でだったらもうなんかサーフィンとか一人でできる、一人でできるやつやった方がいいかな、気が楽だよねとは。何人かとかってちょっとドキドキしますよね、はい、だから誘って断られるとショック、ショックですよね。だから僕スキーもよく一人で行ってました。誘えないっていうのが分かったから、はい、若い者も何も誘ってくださいって、誘えないからってお願いしてる。なるほど、結構言うと多分、うん、僕も言えない、うん、誘うのもできないし、誘っても言えないから、あと逆になんか家族とかの単位の方が楽なんですよ。あ、言えるから、言えるから、うん、それは言ってもいいよねっていうのが、うん、なんか保証されてるわけじゃないと思うんですけど、でも分かる。あとなんかそのパートナーとかってそんなに悪いもんじゃないよとは思うんですよ。うん、あ、まあそれはその過程でいろんな関係があるんでしょうけど。断られたりしないんですか。断られても家族の場合はもうほっといたらいいんだよって思うんですよ。断られてもまあそれはそれで、もう一緒に住んでるわけですから。友達だとほっといたらそのまま終わっていくみたいなパターンってあるじゃないですか。それを考えるとなんかフォローしないといけないのかなとか。そういうのを考えないといけないのがめんどくさいんですよね。気を使うって話です。そう、気を使うのがめんどくさいから、だったらいいやになるんですよね。わかります、わかります、それはわかります。誘わないって何だろう、気を使う、今の話を聞いて気を使うのかな、はい、ゴルフを誘って、はい、なんか人が来なかった、はい、で断る人も断りづらかったりするじゃないですか、はい、で気を使わせて悪いみたいな、そう気を使ってっていうのがあると、もういいや、やらないって、うん、やらない方がいいや、はい、確かに。ポンさんいつも一緒に行動してる友達を親友って思ってたけど、今はちょっとわからない、大人ならほんとわかんないですよね、その。徳さんは今高校や大学、社会人になってから出会った友達の中で会えてなくても何年かに1回会った時一緒に感覚が戻って気が許せる友人を親友だと感じています。あ、いる、高校の時の友達は、はい、その時に戻っていやー何々ちゃん久しぶりってなるけど、はい、向こうの親友って多分思ってますよ。どうぞどうぞ、二の句をどうぞ。その時の気持ちに一瞬に帰ることはできるけど、はいはいはい、その時に親友と思っていないっていうことは帰っても、あ、その時の気持ちに帰ったとしても親友ではないですよね。だって昔が親友じゃなかったもんね。昔が親友じゃなかったんだもん。仲いいグループでしたけど。だからその親友の定義でずっと悩んでる。定義ですね、定義。これを親友と呼んじゃいけない。あ、そう、呼んじゃいけないとは思う。あ、そう。多分コートさんぐらいだとこれを親友って言ってますよね。呼びますよ。親友ですよ。え、親友じゃないのって。それを親友って言うんじゃないの。うん、それ親友じゃんって言いそうですけど。